海外 SNS でジャカルタ在住の男性によるツイートが話題になっていたので紹介します。ジャカルタにあるグランドハイアットホテルの装飾を見た日本人の一言がインドネシア人に大受け。ジャカルタの日本大使館の日本人、おお、インドネシア人は素晴らしい人たちですね。僕らの国旗をどこにでも飾ってあるなんて。実際は国旗ではなく、ウンブルウンブルと呼ばれる装飾。8月17日のインドネシア独立記念日を前に、街ではこうした装飾が今の時期に見ることができるそうです。